本日はトンガリイノベーターズチャンネルの第10回へご参加いただきありがとうございます。さて、今回は社内企業でマイナースポーツを盛り上げるをテーマにメーテレ様から社内企業制度を使って設立されたドリームズチームズ株式会社の活動と社内企業に至った経緯、思いを紹介していただきます。講師の方はドリームズチームズ株式会社代表取締役社長の 荒木孝明様ですそして本日の MC はコロンビア大学環境工学部3年の小西歌と中京大学国際語学部3年の高橋和也が務めます本日はよろしくお願いいたしますえー、そし実は私たち二人とも高校時代運動部に所属しておりましたし将来は起業することを選択肢に入れております スポーツでも企業でも大先輩にあたる荒木さんのお話が聞けることを楽しみにしております。荒木さんのお話の後に Q&A セッションを設けますので、質問事項を Zoom の Q&A 機能、もしくはチャット機能にご入力ください。以上、事務説明でした。ここからは荒木様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。改めまして、名古屋テレビの荒木と申します。よろしくお願いいたします。 しす。もうじゃ初めて大丈夫ですかね。はい、お願いします。はい。あのもしご質問などありましたらもう途中でもガンガンあのチャットでいただければ、えー、あの随時返信させていただこうと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃちょっとプレゼンを始めさせていただきます。あのあんまりですね喋るのが上手くなくてですねあの早口でバンバン喋っちゃうと思いますのでなんか。 あの気になるところとかあったら、止めていただけると嬉しいです。はいえー、とそれでは、えーと、私が今やっている、まあ、名古屋テレビから、えー、とスピンアウト、社内企業で、えー、ど,ううどういう経緯で今、会社を立ち上げて何をしているかというところと、あと学生の皆さんがいらっしゃるというところで、まあ、学生の時何をしていて、まあ、その時何を考えたから今、こういうキャリアになっているかみたいなところも、えー、と簡単にお話しさせていただければと思います。 思います、えー。よろしくお願いいたします。はい。えっと荒木孝明と申します。えっと9、1995年生まれでえっと、えー、多分今回リストを見た名古屋大学の方たくさんいらっしゃったんですがえっと2014年見事えっと名古屋大学法学部に不合格になりまして、えー、<laughs> あの二次試験の英語はですね僕は怪迷的にできなくてですね。 あのもう受けた瞬間にダメだったっていうのを認識した記憶がありますね。2014年でそんな感じで名古屋大学に落ちてしまったので、えー、と滑り止めという形で、えっと、中央大学っていうのは東京にある中央大学に入りましてそこで4年間通っておりました。で中央大学というのはですねあの多摩のすごく田舎にありまして。 えっと私、岐阜県の大垣市というところ出身なんですけど、岐阜県の大垣市より田舎のキャンパスで、えっと、キャンパス通る道でカエルが鳴いてるみたいな、非常に牧歌的なキャンパスで、東京のキャンパスライフを思い描いていた私としては、なんか想像に絶するぐらいの田舎のキャンパスだったので、ちょっとここに4年間いたくないなっていう思いから、えー、っと交換留学で、ナイアン・テクノロジー・ユニバーシティっていうあのシンガポールの,あの理系の大学、えー、にし、 交換留学で1年、えー、行っておりました、えー、でここがちょっとメーテレーさんの懐が深いところではあるんですけど私こう2018年にあの4年生僕と同じ代で入ったタイミングの友人と一緒に卒業はしたんですけど就職自体は2019年からっていうちょっと若干トリッキーな形を取らさせていただいてまして2018年の3月に卒業して2019年の4月に に入社するまで1年間間が空いてまして。その時は、えっと、なていうか、まあ、会社にちゃんと入ってくれるなら、好き勝手していいよっていうふうにメーテレが。言ってくれたこともあり、え、ヤップイヤーという名の旅行をずっとしておりました。すみません。全然まだ関係ないところで。ちなみに、ここ。この左上の写真って場所どこだと思いますか。すかチャットとかできるのか。 ここ、実はですね、<laughs> どうやって確認 <laughs> ここね、オデッサっていう、これ、ウクライナなんですよ。多分ウクライナクソす、あのすごい寒いイメージあると思うんですけど、非常にあったかいところがありまして、国会沿いの、まあ、ウクライナのリゾートなんですけど、まあ、こういうところに行ったりだとか、あとは、あの僕自身、サッカーやってて、サッカー見るのも好きなので、あのロシアでちょうどワールドカップがやっておりましたので、そこにこうずっと試合回りながら巡ったりしておりました。 であとは、これがあのポーランドのウェリチカ岩耕園というところで岩塩の塩を取るところなんですけど、これ地下にあって、これ全部塩なんですよ。このキリスト教のやつとか、全部聖書のなんか場,場面とか再現されていて、これ全部塩でこう彫刻で作られたりとかして、すごく面白かったです。という感じで1年間、えー、プラプラ旅行しておりましてで内定式。 出ないとダメっということで怒られたので、えー、ちゃんと10月1日に戻るように、えー、と東京、えー、名古屋に戻って内定式に出て、えー、とまたえっと中南米に行きまして、メキシコだったりだとか、ここですね、あのハバナ大学、あのキューバの、ハバナ大学にえっとスペイン語学科っていうところがありまして、留学生を受け入れてまして、ですね僕、2ヶ月ぐらいキューバで、ハバナ大学でスペイン語を勉強したりしておりました。 途中、あの人事の方から、まあ、どこにいるのみたいな連絡が来て、多分、半分ぐらい多分、僕、入らないと思われてたと思うんですけど、まあ、ちゃんと無事、えー、翌年、名古屋テレビに入社しました。結構、この時の、えー、感じたことで、今もだいぶ起業するのに、まあ、役に立ったというか、あの背中を押されたようなところがありまして、私、これ、旅行しながら、一応、仕事、オンラインの仕事しながら旅行してたんですね。なんで、大体、月で言うと10万円ぐらい。 その仕事してを稼ぎながらまあ旅行してえ稼、えー、っていう形でやっていたので、まあ、ある程度こう起業して無一文になってもなんとかなるかな死なないんだなっていうところを思ったっていうのは非常にこうこうあ社内企業というか会社を作る上でえその子の気持ちが根底にあるっていうのが結構大きいような気がしております。はい、えーで 企業の多分そのもともと全く頭いなかったのできっかけとして入ったのはやっぱシンガポールに留学した時が一番大きいかなと思っております。えっ、ー、と僕がこれなんですけどこれがあの現地のえっ、ー、と,、えー、と寮現地の寮のサッカー大会ですねあのすごく規模の大きい大学で一つの寮に大体1000人ぐらい住んでてそれが20個ぐらいあるのでその寮ごとであなんかインター 両方との大会とかがあって、そういうところに参加をしていまして、もともとシンガポールでも日本でもメディアの勉強はしていたんですが、ここの1年間のところに、あのシンガポールってあのご存知の通り、あの節税目的とかでたくさん日本の社長の方が、まあ、お金持ちのいらっしゃるんですね。で、あの僕がそのインターンしてたのが日、日本の企業がシンガポールに進出するときのリサーチだとか。 こういうところにお店出した方がいいですよ。みたいなところの、えー、手伝いをしていました。でも、夢ところ行くと八天堂っていうあの東京駅とか言ってるクリームパンの会社があると思うんですけど、まあそれがなんかシンガポールに出る時の手伝いとかをしてました。えー、で、そこでですね。あの、非常にあのノリの軽い社長にいっぱいお会いしまして。具体的に言うと名古屋って栄とかであの遊んでて、お酒飲んでるだけで肩書きが長すぎて何をしてるのかわからないみたいな。 えー、そういう社長の方にいっぱい会いましてあのなんかこの人でもできるんだったら俺でもできそうだなっていうのを思ったっていうのは結構大きいですねあの。あんまりこれ悪い意味じゃなくて今回の僕の話も聞いてそうなんですけどこいつにできるんだったら俺もできるんじゃないかって思,思っても実際動いてやっちゃうっていうのは、まあ、結構まあ手かなというのは思ってまして、まあ、第一実,実際動いてやっちゃえばできることがすごく多いので。 えまあそういうふうに感じる、感じれるってことも結構大事かなとは思ってます。で、あともう一つは、えっと、ソニーだったりとか、三井物産だとか、あのうちの働いてるビルにたくさん大企業の人が入っていて、あまあ学生っていうこともあって、そこの人とかたちともまお話しさせていただく機会はかなりあったんですけど、まあ、基本的に日本で働かないようにっていうことをずっと勧められてました。<laughs> なの、<laughs> せっかくシンガポールにいるんだから、まあ、シンガポールで就職しなさいみたいなことをずっと、会う人、会う人に言われてまして、 これはどうしたもんかっていうのはキャリアは悩んだんですけども、まあ、結局、まあ、この間日本,か日本に帰ってきて、まあ、ベンチャーでインターンとかもしたんですけどもやっぱりいきなりベンチャー入るのもあんまり違う感じがしましたし正直自分の、えー、相性的にいきなり海外に行ってもなかなかその 海外だとやっぱ経験文化なので経験のないこう4年生の大で時代時点で面白い仕事ができるとは思えなかったのでえ例えば海外に行ってもその自分の経験が早いうちから活かせていいところに就職できるだとかまあベンチャーにもある程度経験がないと,えといいポジションでとかはやっ,とってもらえないのでえ早いうちからいろいろやらせてもらえそうな会社でえなおかつ自分が好きで勉強してきたえメディアえも勉強できるというか。 えー、ベニヤの仕事も経験できるっていう軸で就職活動は選びました。えー、なので、えっと、キー局だと、まあ、内定はいただいたんですが、ちょっとあまり結構中の人に話を聞いてると、ちょっと規模が大きすぎるかなとあの。やっぱりうち名古屋テレビと比較しても大体10倍ぐらいの社員数もいて、その分競争もあってっていうところで考えると。 えー、やっぱりこう、もう少し小さい規模で早いうちから好きなことをたくさんやらせてもらえそうな会社っていうところで、ちょっと若干言い方悪いんですけど、まあ、名古屋のテレビ局を考えて、えー、メーティーレが一番その中では先進的にいろいろ取り組んでいたので入社しましたっていう形です。大阪の局に関しては、ちょっとノリが若干合わなそうかなっていうところで、えーえー、あと若干遠かったので、東京からあんま受けてないっていう感じです。すいませんあんまりここら辺は、えー、関係ない話なんですけど、実際問題はこう、こういうところで、 近くに社長がいる経験っていうのは僕の人生上なかったので、それがあると結構正直、この起業に至るまでのハードルは違うかなとは思ってます。なんか実際こう見ると、あんまり大したことないやというか、そんなにや,れやってること変わらないし、俺でもこれできるんちゃうかと思って、えー、や,れや,れやろうと思うっていう環境が生まれると思うので、そういう意味でこうインターンに行くだとか、えー、といろんな会社の社長に若いうちから会っておくっていうのは結構いいんじゃないかなと、個人的に自分の考 自分の経験からは思っております、えー、で、基本的に学生の時はやりたいことはほ,ほぼやったんですけど、後悔しているのは、えー、っと本当にこ,うこれがやりたいっていうことがなかったっていう理由で、えーっと、会社やらなかったっていうところをまあまあ後悔しております。特にこう今、社内企業っていう形ですけど、会社を作るっていう経験をするにあたって、学生の時にやっとけばよかったなっていうのはすごく強く思っております。あ やっぱりこう何事もそうですけど、1回目やると2回目やるのは全然効率も違いますし、やっぱり成長するスピードとかっていうのも考えても、学生の時に1回やっておくと、社会人になってまあベンチャーキャピタルから自分たちでや,ってやるにしても、社内企業をするにしても、ちょっとやっぱりスピードとかや,やれることが違うのかなと思っていて。 僕の場合でいくと、まあ、本当にやりたいことがないと起業してもしょうがないんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、あんまそういうことを考えなくていいのかなっていうのは、今の、えー、ある程度学生を終えて社会人3年やった感想では思っております。えーまあ、例えば SN、SNS の運用代行あの、Twitter とかインスタの代行を投稿を作って代行しますっていうのでも、あの普通に月10万とか20万ぐらいであの委託しますっていうのを、 あのアピールしまくったらできるのがいっぱいあるんですね。あのちゃんとしたこうインフルエンサーの代行の業者に頼んだりすると、それでも月100万ぐらいかかるんですよ、SNS の代行って。なんで、自分で例えば SNS のアカウントを作って、伸ばして、その経験をもとに月20万で御社のアカウントを運用しますって言ったら、多分、全然その自宅して依頼してくれるような会社いっぱいあると思うんですね。まあ、そういう形でこう小さいところでからでもいいので、一つこう自分で。 ビジネスというか需要を作ってこう売る自分のものをサービスを売って売り上げを立てるっていう経験をしておくとすごく学生の時だけじゃなくて社会人になってからも生きるし2回目3回目の起業をするときにも生きるんじゃないかなっていうふうに思っておりますでまあ就職的なところでいくとあの起業した人か起業失敗した人か何もしてない起業成功した人か 企業失敗した人か,か何もしてない人かだったらあの多分上から順で採用されると思います。なので企業してない人よりも企業失敗した人の方が評価高いと思います。多分これはどの会社もおそらくそうかなと思いますし僕の会社でもそうですし多分名古屋テレビに関してもどっち取るかって言われたら失敗した方を取ると思います。やっぱそれは失敗したっていうかそもそも挑戦した会社作って何かやったっていう経験だけでも評価されると思うので。 あの特に学生のうちであれば今だと資金調達も結構しやすい環境にあると思いますしあのやって失敗したとしてもデメリットが正直何もないかなと思ってるのであのすごくちっちゃいとこからでもあの学生だったら始めたらいいんじゃないかなと僕は思いますし僕も今学生に戻るんだったら何かしら、えー、会社を作るっていうのは絶対やるかなっていうふうに思っております。 長々と、えー、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、えー、名古屋テレビで社会社内企業をしたので、えーとまあ、どういうシステムとか、どういう制度があるか、起業できたかっていうところを説明させていただこうかなというふうに思います。えーまあ、名古屋テレビは今はやってないんですけど、私が入社して2年間は、年に1回、えー、と社内でベンチャー募集っていうのを行って、 えとそこの審査に3回ぐらいですね、通ったら、えー、起業できるっていうようなシステムが整えられておりました。なので、私はこれを使って、えー、と起業をした形になります。その前提となるのがですね、平、え、氏、ー、名古屋テレビに関しては、だいたいベンチャーの出資を20億円ぐらいして、ここら辺が今、出資した先になっております、えー。このベンチャー出資、コーポレートベンチャーキャピタル。 あの投資ファンドをです、ね、あのベンチャーにお金を入れるっていうのは、えっと、この社内ベンチャーができる前に始まってまして、まあ、こういったところに、えー、ベンチャーに投資をしながら、まあ、ベンチャーが育つベンチャーはどうなんだろうとかどういう仕組みを持って どういう人を採用すれば、えっと、ベンチャーのビジネスはちゃんと立ち上がるんだろうみたいなところのノウハウをです、ねえー、しっかりこうベンチャーキャピタルを運用することで得てそれをもとに社内の制度としてえっと社内ベンチャーの制度をが整えられたというような形になっております。なのでこう無理いきなりこう社内ベンチャーがバッてできたというわけじゃなくてある程度こう前提があってこう社内の中でも ベンチャーやっていこうっていう措置があった上えでできたのでスムーズにあれだけ会社の立ち上げまでいくことができたんじゃないかなというふうに思っております <laughs> 会社の設立までの流れでいきますと私は新人研修の時に一時募集があったのでその時に一回応募したんですがそれに関しては敗退というか あえ一次審査で落選しました。で、2回目の二次募集ですね、2年目の時に募集したものが今の事業計画というふうになっております。で、1回目はですね、あの自分がこう名古屋に。 大学から初めて戻ってきたときに、こう東京と比べて、えー、とポ情報を得るとこ手段があんまりないなと正直思いました、そのときですね、当時。名古屋情報通とか、えー、とはあったんですけど、SNS であんまり積極的に発信してないし、そもそもの記事数が東京のメディアと比べると絶対的に少ないので、まあ、こういう形でこうあ地域ポータルみたいなものを作れればいい、作れれば いいいなという,ふうに思って審査を出しましまたただ、マネタイズのモデルが非常に厳しかったので、えー、とこの審査は落ちました。で基本的に、一次審査にしても、二次審査にしても、私に関していくと、えー、と自分がやりたいこと、一次審査にしてはまあ自分が欲しい情報ですね。二次審査はまあスポーツ見るきっかけを作りたいというところ。自分がやりたいことを を軸にに、えー、事業のの内容ってていいうのは会社に提案しています基本的にど社内事業、企業に関してはどれの職員、どの会社についても当てはまると思うんですけど、こう自分がやりたいことじゃないと絶対続かないと思うので、まずそこは絶対マストかなと思います。もう一つはこう社内その、その会社が持っているリソースというか、強みとちゃんとマッチングするかどうかっていうのがやっぱり審査に通過するポイントかなと個人的には思っていて。 えー、うちで言うと,、えー、っと、強みでいくと、まあ、メディアの発信力があるというところとあとはこう信用がある、えー、テレビ局というところがあるので、まあ、そこを基本的に使うあとはこう地域のいろんな団体と,、えー、っと結びつきを強くしていけるようなものというと,ところだったりだとか、えー、っと自分の会社が置かれている状況とか強みとか、えー、特徴とかっていうところと、まあ、自分がやりたいこと そのの中身の収益性みたいなところの軸をどれぐらい合わせられるかっていうところで、おそらくどの会社も社内企業のまず審査が通るか、ちゃんとその会社の中で起業ができるかっていうところが分かれてくるんじゃないかなと、で自分が個人的に2回、えー、出した結果としては思っております。えー、ここは多分あんまり皆さん興味はないと思うんですが、えーと、社内企業といってもさっきのところにあったんですけど、ここにこう。 準備期間っていうのがあるので、いきなり起業したわけじゃなくて、通常の業務をして、えー、通常の業務の業務量を若干減らしながら、えっと、社内の、えー、起業の準備をして、両方,両方仕事をしながら、えっと、起業の準備をしていったというような形になります。えー、なので、私がやってたこととしては、えっとこれ、ハピキャンってご覧になった方ことある方っていらっしゃいますかね あんんままないいかあすません今ちょっと皆さんの顔の反応が見れなくてあれなんですけど、あのキャンプの番組、おぎやぎさんが出ているキャンプの番組になります。えー、で、今だいたい YouTube の登録者が21万人ぐらいいるんですが、あのこの番組の YouTube の立ち上げだったりだとか、あとは、えっと、海外に、えっと、自分が作った番組を売るっていうような仕事をしておりました。あのこれドラマとかですね。 をあの海外のバイヤーさんに向けて、えー、とメーテルの作品を売るような仕事をしてました。まあ、こういう仕事をしながら、えー、と同時に、えー、と企業の準備をしてとていうようなところで、まあ、2つの仕事を並行しながら、えー、続けていったと続けてい,ったっていう形になると思います。多分どの会社の社内企業でも多分いきなりそのパッて今の業務を全部ゼロにして渡す、起業に100%集中というところはできないと思うので。 ここら辺に関してはどの会社も一緒かなと思うんですけど、まあ、こ,こ,こういう時に多分業務量として多くなってくるところはあると思うので結局そういう時にこうどれだけ企業の方を頑張れるかっていうのはその事業が自分にとってやりたいことかどうかとかっていうところが一番コアになってくると思うのでそういう意味で考えてもあんまりこうやりたいことじゃないところでこれが儲かりそうだとかみたいな理由でその社内企業とか企業に関してもやっても正直続かないんじゃないかなっていうふうには思っております。 えーちょっとね、あと、まあの、ちょっと名古屋テレビの,あの採用の,あのいいところを紹介させていただくと、まあ、こういう感じで、えー、と私に関しては、あのセスっていうあのいろんな海外、日本も含めた、えー、と大手の企業が、まあ、これから何をしますよとか、5年後何しますよみたいな発表する、まあ、ラスベガスでやっている会議とかに、えー、と出席させてもらったりだとかして。 まあこういうところも含めて、起業の準備というか、起業するためのマインドみたいなところは会社でサポートしていただいたというところもあります。はい、でっここが、えっと、であの事前にご質問があったところ,で、えー、ところがあり、社内企業。 でよかいいところと悪いところをまとめさせていただきました、端的にあの。いいところは基本的に悪いところと表裏一体ではあるかなというふうに思っております。まず、いいところでいくと,、えー、と、親会社の看板やリソースをうまく活用できるというところで、やっぱりこう、えー、とスポ例えば私の場合はこうスポーツ団体さん、例えば J リーグだったりとか話しに行くときに、こう何も実績もない、誰がやってるかもよくわからないベンチャーが急に話しに行くのと、 名古屋テレビの関係のある子会社の人が話しに来ますよっていうのは、全然間口の広がり方が違うんですよね、やっぱり。というところで、まあ、親会社のまあ看板だったりだとか、例えばあのリソースっていうところはまあ人的なところもそうですし、こう人のつながりっていうところも、やっぱりこう全然いきなりやるのとは違うので、そういうところをうまく活用できるっていうのがいいところかなと思います。えー、ただ、一方、悪いところとしては、あのー、これは。 おそらくその会社によりきりだと思うんですけど、やっぱりあのこういう新規事業を社内セロとかやってるとか、ある程度大きい会社だと思う,思うんですよね。ある程度大きい会社だと、まあ、ルールがある程度しっかりしているというところで、そのど,れまでどこまでこの社内の親会社のルールを あの子会社のそのベンチャーの方にに適用させるるかかとというところが問題になるかなと思ってますただ親会社のルールをそのままそのベンチャーの方に適用させるとなかなかこうスピード感が上がってこないっていうところがあるので、まあ、そういったところはうまくこう親会社のルールをある程度緩和させながら、まあ、それでも緩和させてその親会社にこうリ,あのリスクがかぶらない形緩和させるんだけどあの親会社が迷惑を被らないような仕組みを整えた上で えとある程度こうルールを緩和させて、えー、ベンチャーが動きやすいような環境が整ってないとちょっと動きが遅くなっちゃうじゃないかなっていうところは、えー、と私が実際感じているようなところであります、えー、でもう1個は2つには多分あのイメージしやすいと思うんですけどあの急にベンチャーは自分でゼロから始める場合は、まあ、最初は自分の給料がゼロだったりだとかっていうところは十分考えられると思うんですけど社内企業に関しては、えーとえー、と給料が基本的には保証されているっていうような状態になると思います。 なんでそういうところで安心してチャレンジができるっていうところがいいところで、逆に言うと、安心できるっていうのは、何だろうな、リスクを冒さなくても死なないっていうところだと思うので、日本だと死なないのは死なないんですけど、本当に常に100%で、これが終わったら人生終わるぐらいの感じでできるかっていうところ、そこまで自分を追い込めるかっていうところは、普通にこうベンチャーで起業されている方と、社内起業されている。 場合のこうモチベーションの違いになってくるかなと思ってくるので、ここをちゃんと保つっていうところは、えー、大事になってくるかなというふうに思います。なんでこう、ここを保つ意味でもさっきも話したんですけど、やっぱり自分の好きなことでやらないと、あのまあ、失敗してもどうせ給料保障されてるからいいやって思っちゃうと思うんですよね、多分。だから、自分の好きなところでこれが成功したら、 こういうふうに周りの人が喜んでもらえるとかっていうところをちゃんと念頭に置いてやるようなことをしないとやっぱ社内ベンチャーだとどっかで手を抜くってことが発生するんだと思ってます。はい、で、もう一つこれが多分一番大きいんですけどあの資金調達に無駄なリソースを割く必要がないっていうところで、あのー、ベンチャーだとまあよく拝見しているとやっぱりこうあのシリーズ A とかシリーズ B に上がっていくに従ってこう業務の 6割とか7割ぐらいを CEO の方が、もう資金調達のために毎日説明して、資金調達をお願いしてみたいなところをしないといけない、そうすると、まあ、本筋の自分たちのビジネスの成長が遅れるっていうところは、やっぱり出てくると思うので、そういう心配がある程度なく、あの親会社から安定して資金が供給してもらえるっていうところは、非常にいいところかなっていうふうに思っております。これは、の多分ベンチャー経営する上で、一番メリットとして大きいところかなと、個人的には思ってます。 ただ、その株主が少ないだとか、えーとまあ、監視する人が少なくなるわけなので、経営判断が若干甘くなる可能性があるっていうので、ここに関しては、えーとまあ、デメリットとして認識しておかないといけないなと、個人的には思っております。で大体大きく振り分けると、これぐらいで、まあ、ある程度こう悪いところは,は出てくる可能性はあるんですけど、 結構消せるような内容なので、ここのルールに関しても、まあ、ある程度バッファーを持ってもらうと、親会社にで。経営判断が甘くなりがちというところでいくと、例えば、まあ、外部取締役みたいなものを、えー、と株主じゃない形で入れるとかっていうのもできると思いますし、社内企業のいいところを生かしながら、えっ、ー、と、悪、まあ、いところを消していってやっていくっていう形で、えー、進めていければ、えー、と基本的にはこう、社内企業っていうのは、僕が今抱いている感想ではすごく、あのー チャレンジがしやすい環境を整えてもらっているので、やりやすいですし、あの、お勧めできるなと思っております。普通の企業とそんなに変わらないかなっていうところあります。はい。で、えー、すみません、三十分近く、本筋とあまり関係ない話があったんですが。え、で、いよいよ、あの、今、私が何をしているかっていうところを、え、ご紹介させていただければと思います。 まあ、ドリームチームズという、えっと、スポーツ予想の会社を運営しております。えっと、ミッションとしては、えっと、スポーツをもっと身近にというところで、あのスポーツ、まあ、どのスポーツでもいいんですけど、e、まあ、スポーツも含めいろんなスポーツを見,る見てもらうきっかけを提供することが、えっと、弊社の使命というふうになっておりますで。現状、スポーツが結構課題がありまして、あの直近でいくとあの日本サッカー協会。 があの文京区に大きいビデオを持ってるんですけどそれを売らないといけないぐらいあの一番日本でいくと2番,2番目に人気のあるスポーツであるサッカーもなかなか黒字化できてないというか厳しい状態なんですねそれぐらいまあいろいろプロスポーツ界日本結構厳しくてですねそもそもいろんなスポーツ観客少ないとか収益少ないまあ観客とか収益の少なさっていうのは選手の収入の少なさに直結してくるので スポーツによっては、まあ、なかなか選手がプロとしての生計を立てるのが厳しい状態っていうところが課題としてあります。でさらにこうコロナがあったので、入場料の収入が減ってしまって、その状況がまあ基本的にはえっと今さらに悪化しているっていう状態になってます。でもう一つは、えっと、あんまりこういろんなものを見る機会がないなっていう感染者、ファンの方ですね。えっと、私もそうなんですけど、多分サッカーとか野球以外で結構、 あの他のスポーツを見てるって人ってあんまり少数派かなと個人的には思っていてそれ以外のスポーツに触れるきっかけがあればあ作りたいなっていうふうに思っていますちょっとこれ一つきっかけになったのがあのラグビーのワールドカップがあったとかと思うんですけどあの多分普段ラグビーを NHK とか BS とかで見てる人ってあんまりいないと思うんですねただ あのラグビーのワールドカップに関しては視聴率が50%ぐらいあったんですよ。ちゃんとこう、ということはちゃんときっかけを作って、えー、と見れる状況を用意して、面白いそいスポーツをいうふうに提供すれば、いろんなスポーツを見てもらえるんじゃないかというところで、僕は思いましてあの、今回のこのファンタジースポーツという会社を立ち上げようというふうに決心いたしました。あとはですね、あの 男性でもハンドボールとか,あと何かな女性でいくとバスケットボールとかにあると思うんですけど中学とか高校の時にやってたんだけどそのスポーツを見てないとかっていう人は結構いるかなと個人的には思っていて、まあ、そういう人はこう、まあ、あた改めてその自分でプレーするきっかけになってもいいですしその自分が中学高校をこうやってきたスポーツのプロってどういう感じなんだろうっていうのを見るようなきっかけみたいなものも提供できると嬉しいなっていうふうに思っております。 でえー、さっき話した、えー、っと親会社とのメリットとどうつなげるかというところも若干含まれてくるんですけども最終的にこうきっかけでそのスポーツとか選手とかを知ってもらって観戦に行ってほしいなというふうに、えー、も思っております。 実際に観戦に行ってもらうと、サッカーとか野球のスタジアム行った方とはある方は分かると思うんですけど、ただ行くだけじゃなくて、行くとき、地下鉄とか電車乗りますし、行ったら行ったら、多分スタジアムグルメとか、地元のなんか有名なパン屋さんとか、地元の有名な、例えば FC2 だったら五平餅とかみたいな感じで、でもいろんな地元の人が集まるようなお店とかが出てたりして、1回見に行くだけで、そのいろんなところの地域の活性化に非常につながるかなというふうに思っております。この 地域の活性化につなげるとか、そのメディアを通じて地域を豊かにするっていうところは、まあ、親会社にある名古屋テレビに関しても、まあ、ミッションとして掲げているところでありまして、まあ、そういうところで、まあ、同じような目的でできるっていうところも、まあ多分出資してもらえたきっかけでもありますし、私が会社を運営してきて目指すような姿になっております。 でえー、とここからがちょっとややこしいパートになります。えっと、ファンタジースポーツっては何ぞやっていうところを説明させていただければと思うんですが、多分これ1回の説明でちょっと分かる方があんまりいらっしゃらないと思うので、もしご質問あれば後からいただければと思います。えっと、ファンタジースポーツっていうのは、まあ、あの実際の結果に基づいたあのスポーツのシミュレーションゲーム。 一言で言でうううとそういう感じになります、えっと、ここでいくとバレーボールになるんですけれども、例えばこのクレック、自分が監督になって、バレーボールで7人選手を、まあ、誰でもいいから選びますとで。全チームの中から選手を選ぶことができますで。例えばこの7人選んだ中の1人がクレック選手だとすると、クレック選手が実際の試合でこうアタックを1本成功すると3ポイントです。 ブロックを1本成功すると2ポイントですみたいな形で、選手の実際の試合のプレー、活躍に、もうあらかじめポイントが振ってあって、このプレーをしたら何ポイントっていうのが振ってあります。なんで、こう、アレック選手がアタック、試合で10本決めて、ブロック10回決めたら、30と20を足して50ポイントですと。そういう形で、実際にこの試合の選手の活躍をポイント化して、換算して、で、そのチームを選んだ場合、その7人チームを選ぶので、その合計値でえっと競って、 えー、その、まあ、ユーザー間でその貢献の獲得のポイントを競ってあの成績の上位の人に関しては、まあ、何かしら景品を獲得できるというようなものになっております。であただこうあた、あのー、7人選ぶだけだとなかなか面白めがないというかみんな日本代表みたいになっちゃうというところもあるのであのサラリーキャップみたいなものを設けてましてここ2000万とか書いてある,あるんですけどこれがあのサラリーキャップになってます。あの活躍しそうな選手でああればあるほど 年報が高く設定されていますこれはもう毎週の試合に応じて連動していくもので例えばクレック選手がそ,あのその試合であまり活躍しなかったら次の時選ぶ時には年俸が若干下がったりだとかその活躍した選手は年俸が上がってたりだとか、まあ、あの簡単に言うとまあ競馬の予想みたいな感じでこう選手の調子のバラメーターとかを参考にしながらチームを選んでいくっていうようなビジネスになります。サービスで あと、それだけだとですね、なかなかこうコアなそのスポーツのユーザーの方にしか見てもらえないっていうところもあるので、あの簡単なクイズ機能みたいなものも開発しています。えーまあ、ここでいくと、まあ、どっちのチームが勝ちますかとか、例えばこの選手の出身は何県ですかみたいな感じで、まあ、選手とかチームを知ってもらうようなきっかけをたくさん提供できるようなクイズ,クイズだったりとか、そういう機能を今実装しているようなところになります。あの 基本的に一番こうスポーツを見,る見に行くきっかけ、実際の観戦に行くきっかけっていうのは、まあ、1位は多分友達から誘われたからで、2位はその,その選手が知り,合いだと知り合い、もしくはその選手のファン、その選手が友達みたいなところが非常に強いところになっているので、まだ、友達から誘われるっていうところはなかなか、えー、と直接生み出すのは難しいので、2つ目のその選手を知ってもらうとか、そのスポーツを知ってもらう。 というところをどれだけ深く見なせるのかというのがこのサービスの肝になってくるかと思うので、まあ、そこをなるべく深くエンゲージできるような、えー、とシステムを今整えているというような状態になります。でビジネスモデルとしては、えー、とクライアントからお金をいただいて、えー、とユーザーも完全に特に何の制約もなく無料でサービスを利用できるんですが、えー、と景品、先ほども言ったように。 ランキングで上位に入,選する入賞すると何十かけた景品がもらえるというような仕組みになっています。でですね、あの基本的に僕はこの,このサービスを通じてあのマイナースポーツとか今あんまり見られてないスポーツを見てほしいというふうに思っています。なのであの、まあ、もちろんメジャーなスポーツも、えー、予想の対象にするんですがそうじゃないスポーツの団体とかも、えー、とこのサービスの対象にさせていただいてで得られた収益というのはこの団体にと 都々のサッカークジみたいな形で還元させていただこうかなっていうふうに思っておりますで。で、このファンタジースポーツっていうのがですね、ただ僕が急に考えたなんか面白あのアイデアみたいな形ではなくて、あのアメリカでもすでにマーケットが、えー、とも形成されているものになります。 えっと、アメリカだとベッティングができるっていう、まあ、こう賭けがであのファンタジースポーツでできるっていう背景も若干あるんですが、大体まあ市場規模だと1兆2000億、1.2、まあ、兆,兆円ぐらいで、えっと、ユーザー数だと6000万人ぐらいいます。で、えー、非常にあの株とかをやっているような、まあ、高学歴な人とかがやっている特徴がありまして、かなりこうポピュラーな。 スポーツが観戦するときに一緒にファンタジースポーツをやるっていうのは結構ポピュラーな状態になってます。これは多分ヨーロッパでも若干そうなっているところがあって、まあ、ただ一番あの流行っているのはアメリカになります。 であのさっきちょっと話したんですけど、まあ、そのファンタジースポーツするときにお金をかけれるものと、かけれないものがあるんですけど、まあ、うちとしては、かけれない無料のモデルを考えてまして、まあ、同じようなモデルで、アメリカのテレビ局がやっているところでいくと、ユーザー数が1200万人ぐらいおりまして、まず高校を目指しております。あのまあ、ファンタジースポーツを通じて、ファンがエンゲージを高めるっていうところで、NBA と一緒に組んでいるところでいくと、だいたい数百億円分ぐらい。 えと売り上げとか広告の効果っていうのがあったっていうところになってますのでこういう形でちゃんとこうえっ、ー、と需要を生み出してスポーツの団体に特にこうマイナーのあんまり強くない団体にお金を還元させて,していければいいなっていうふうに思っておりますやっぱりこう自分もそうだと思うんですけど予想すしたりするとその選手が実際の試合で活躍するかっていうのは非常に気になるものかなっていうふうに思っていてアメリカのデータでもそういうものは出ていて 有料の配信の契約が50%増えたりだとか、あとはこう視聴時間そのものが伸びたりだとかっていうようなデータが出ておりまして、まあ、こういうふうなデータを今、協力させていただいている女子のバスケットボールの W リーグさんとかと組んで出していって、まあ、いろんなスポーツの団体を巻き込んでいければというふうに考えておりますで。ここが今の計画になるんですが、えっと、今、えっと、W リーグさん、あの女子のバスケットボールのリーグさんと組,んで組ませていただいておりまして、で ちょっと、あの、オフレコじゃないオフレコじゃないんですよね。あの、まだ契約前なんであれなんですけど、あの、来年の2月ですね、2月17日から J リーグが開幕するんですが、えっと、それに合わせて J リーグの予想のサービスっていうのも提供したいなというふうに考えております。あとはですね、あの、多分学生の皆さんなら結構やってるかもしれないんですけど、a p e x ですね、とか、あの、PUBG とか、あの、まあ、FPS 系のゲーム、 とかで e スポーツの大会がたくさん開かれていると思うんですけど、まあ、そこと結構相性が良かったりもするので、まあ、そういう e スポーツも対象に含めていきたいなというふうに思っておりますでこのプラットフォーム上であの J リーグも選択で予想もできるし W リーグも予想できるし e スポーツも予想もできるし、まあ、V リーグも B リーグもみたいな形にしていこうというふうに考えておりますで J リーグの予想をしている人に対して 例えば W リーグの予想もしてみませんかとか、APEX も見てみませんかみたいなところのプッシュを横のつながりを生み出すこともできるので、あのどん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 こう母数となる IMAU、ユーザー数を増やしていって、その中での横のスポーツのつながりみたいなものを、えー、強く生み,出せいき生み出していければいいなというふうに考えております。まあ、目的としてはあの結構見られてないけど面白いスポーツっていうのが個人的に僕はいっぱいあるなと思っていて。 で環境でいくと、そういうスポーツも YouTube だったりだとか配信サイトとか、どこでも今見れるような状況になるので、まあ、見れるのであれば、あとはきっかけを作ればいいんじゃないかっていうふうに僕は思っていて、そういうきっかけを、えー、とうちのプラットフォームで提供していければいいなっていうふうに思っております。なんで、ここに書いてあるように、まあ、新しいスポーツ、まあ、とか、これまでこう自分が学生時代やってきたスポーツで、今ちょっと触れてないなみたいなところに触れるきっかけを作って、まあ、でこう予想して見に行くみたいな。で まあ将来的にはこう見に行く予想して実際のこうスタジアムの現場でこうある程度こうこの後と5分で点が入りますかって予想を入れるとか見に行く前から見に行く中でこれでこうスポーツ観戦にこう新しい面白さより深く見るようなきっかけを作れればいいなというふうに思っております。荒木様ありがとうございました。はい。ではここから Q&A セッションに入ります。いくつか質問が来ているのでお答えいただけますでしょうか。とまた。 まだご質問が受け付けておりますので、Zoom の Q&A 機能、もしくはチャット機能にご入力ください。では、えっと、今来ている質問を読ませて読み上げさせていただきますと。就職決定後に1年間旅行できるような企業は、やはり稀ですかということなのですが、どうでしょうか正直分かんないんですけどわ、分からないところ、分からないんですけど、結構行ってみれば通るんじゃないかなというのは思います。はい <laughs> 行ってみるもんだなと思いますよ多分あのあの結構あの学生の時はわがままを言っていいと僕は思ってますで。企業はどっちかっていうと聞いてあげる側なのであの例えば学1年なんかギャップイヤー取るけど何もせず家でゴロゴロしてますとかだったら多分許可してくれないと思うんですけど例えばこうもしあの、まあ、今回のことみたいに1年間起業していますとか。 どこかでインターンしていますとか、海外でなんかやってみたいですとか、ちゃんと目的があれば、あのそういうふうに応じてくれるような会社は多いと思いますし、多分メーテレはそういうのは大丈夫だなと思いますすありがとうございま荒木さんがギャップイヤーを通じて、今の,今の,その仕事とかに、すみません、今の仕事に生か,かされているなと思うこと、ありますでしょうか。 そうですねあの死ぬ気で頑張ってもあんまり死,な死ぬことはないですしあの <laughs> 案外どこでも死なずに生きていけるなっていうのは思ったのがすごく大きいかなと思います。あのす心の中のある程度のセーフティーネットがあるというかあの僕はあの最悪何全て何もかもうまくいかなかったらウクライナに行って日本料理屋やろうと思ってるので。 <laughs> あのさっき言ったオデッサっていうところがあ,のあまり日本料理で美味しいのところがなかったのでオデッサに行って日本料理屋をやろうと思っているので、まあ、そういうふうにこ,う、まあ、これがダメだったらこうすればいいやとか、まあ、最悪何とでもなるやみたいな形で、まあ、思い切ってやってみようって思うようなきっかけができるっていうところではすごく勉強になったなと思っていますではもういもつ質問を読み上げさせていただきます。 名古屋テレビの面接の際に社内企業をしたいということは言いましたかということででいかかがでしょうかそこは言ってなくてですね、そのその時多分僕が受けた時はまだその制度としてオープンにされてなかったんですね、社外に。なのでそれがあることは知らなかったんですけど、あのテレビを起点にして、テレビ以外の番組を作ること以外のことをたくさんやっている局だっていうのは知っていたので。 そういうことをやりたいというのは、えっ、ー、と、話して、えー、と内定をいただきました。ありがとうございます。では、こちらの方で事前にいただいている質問がいくつかあるので、下の方を高橋君に、はいます。では、質問させていただきます。まずですね、Dreams Teams の社長、そして、えー、メーテレ社員としてのダブルワークをしているとしていらっしゃると思うのですが、そのあたりの 仕事量を含めてワークバランスについてお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうかとのことです。よろしくお願いします。そうですね。あのドリームチームズ正直あの名古屋テレビの仕事は今ほとんどしてなくてですね基本的にこうドリームチームズの仕事100%で対応しているような形になります。なんでダブルワークにはなってないような状態ですねにさしてもらってます。はい。ありがとうございます。 では続いての質問お願いします。企、えっと、業に必要なこと。まあ、学生は特にだと思うのですが、モチベーションはあるけど、実際に企業まで踏み出せる。またそれをどんどん実行していける人は少ないと思うのですが、荒木さんが考える企業に一番必要なこととは何かお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いします。あ,のあんまり考えないことだと思います。本当に。 あ特に学生のうちは別に失敗しても特に失うものはないと思,うし思いますし何回やりたいんですけどやる気がないんですっていうやつがいたら多分、まあ、あのもうちょっと技術的なところでいくと例えばこう名古屋の勢いのあるベンチャーでインターンしてみてでそこでこう、まあ、こういう感じで伸びていくのかこういう感じで授業やっていくのかっていうのを勉強して自分でやってみるとかっていうのも手だと思いますし。 まあ何も考えずにとりあえずやってみるっていうのも手だと思いますしあの正直そこまで考えててもいろいろあるんでしょうがないところは正直あるかなとは思っててまず何かやってみる SNS のアカウントを作ってみるとか、まあ、一歩動いてみて、まあ、その結果の反応を見て次考えるってぐらいの気持ちでもいいような気はしますありがとうございますではもう一つ質問させていただきます スポーツを身近にするをミッションに掲げるまでにどのような経緯がありましたか、またなぜそれほどスポーツに熱い思いがあるのかというところをお聞かせくださいませ、お願いします。あ僕がもともと見るのもやるのも好きだったっていうのが一番単純で大きい理由なんですけど、あとですね、あのなうちの取材で愛知県の女子のバスケットボールの高校の予選に行ったんですよね、全国のウィンターカップの。で あの正直、舐めていったというか、あんな見たくねえなみたいな <laughs>、そんなに興味ないなみたいな感じで行ったんですけど、やっぱすごいレベル高くて、愛知県レベル高いんですけど、もともと、本当にプロとやっても結構いい勝負するぐらい強いんですよ、愛知県の女子の高校バスケって。なんで、レベルが高いの本当にびっくりして、しかもすごい近くで見れたんで、こんなやっぱ見たら面白いものがあるのかと思って、そのタイミングでちょうどあのさっき話したみたいなラグビーのワールドカップがあって、 であのいろいろこうあの大学の時にこうスポーツ系の,あのゼミみたいなもの入ってたのであのなかなか経営状態厳しいというのも分かってたのでまあそこをつなげてみてまあ自分がこうなんかできるんだとしたらまあ嬉しいなというふうに思ってやるきっかけになりました、はい、ありがとうございますそうですねえっと Q&A 機能だったりチャットだったりどちらでもいいので視聴者の方はもし何か質問があれば気軽に と聞いていただくようにお願いします。と、そうですね、他に来ている実演の質問としては、荒木様がお答え、荒木様にお答えいただいたものも多いので、と、今ほど、起業を学生のうちにしていなかったことをすごい後悔しているとおっしゃっていましたが、はい、と起業を志す学生が、 としておいた方がいいこと、もしくは。この能力を持っておかなきゃいけないというものがありますでしょうか？あ、そうだ。あのエンジニアの友達はいた方がいいです。本当に <laughs>。あ、何作るにしてもあ今だいぶこう。ノーコーとかで楽になってますけど、やっぱりある程度あのそこら辺の技術っていうのはないと難しいので、まあ、自分で勉強するか、あのできる人を見つけるかっていう。どちらかしかないと思うので。 あ特に多分今回参加されているのは名古屋大学とか中京大学とかの皆さんの学生なら周りにそういう方もいら,いらっしゃると思いますし自分で勉強してもある程度できる方がいると思うので多分それをや,やっとくのが一番いいんじゃないかなと思います。あの正直僕もそれで苦労してますし今。なかなかこうやっぱエンジニア特にこう優秀なエンジニアほどあのもうだいぶ囲われてしまってなかなか市場に出てこないとかっていうのがあるので。 で、そういう人と学生のうちからつながっておけるっていうのはすごく大きな下になると思います。本当に大きいと思いますので、そういう知り合いを作るとか、自分がそういう風うになるっていうのは、やっておくとすごくめちゃめちゃ後からになって生きると思います。ありがとうございます。じゃちょっと僕の方から質問させていただきたいのですが、はい、先ほどのギャップイヤーを使ってこう旅行されていながらも仕事をされていたってことなんですけれども。はい 具体的にどのような仕事をされていたのか、お聞かせくださいあ、はいあのまあ。リサーチ業務みたいな感じでですね、例えば、えーと、日本の化粧品会社から、えー、とベトナムにあの化粧品進出したいんだけど、ベトナムの市場ってどうなっていくるのみたいなざっくりな質問があって、なんでこういろんなツールとかを使って、ベトナムのこう市場規模はだいたいこれぐらいで。 えっとい、上から一位から十位の、まあ、シェアはこうなってて、この会社が取っててで、この会社には特徴があってみたいなものをまとめて。その化粧品会社みたいな、に渡すみたいなレポート作りの、アルバイトをしてました。ありがとうございます。では、えっと、インターンについて質問が一つ、来ているので。はいえっと質問させていただきます。とインターンを募集中、と書かれていましたが、どういう業務で、募集されていますか、とのことです。 全,全般ですね。あの多分基本的にある程度、うん、これをやってほしいっていうのは僕の方からオーダーはするんですけどそれ以外に多分やりたいことがあったら基本的にそれに沿う形で小仕事はお任せできるかなっていうふうに思います。それは今でいくとこう教会とのやり取りだとかあとはサービスの設計をどうするかとかどういうふうにマーケティングしていくかとかあのいろいろやれることはあると思うのでその方のご希望を聞いてや,やりたいこととかを渡し なるべくできればなというふうに今考えておりますありがとうございますでは最初に質問がじゃあ事前に質問一ついします、はい、じゃあおそらく最後の質問になると思いますがはい。今後荒木さんはどのようなキャリアをご想定されていますでしょうか 例えばこう海外進出だとか、まあ、ご自身のキャリアも含めて、どのような、えー、この未来、将来というのを想定されていますでしょうか、お聞かせください。あ,のあ,んまりかあんまり考えてないというのが正直あのあ、えーとまあ。今やっているような事業が大きくなっていけば、やれることはたくさんあると思いますし、あ特に東南アジアで行くと同じようなモデルがそんなに存在してないので。 あちゃんとうまく日本で成功したら、まあ、東南アジアにとか、まあ、もちろんシンガポールとかに出るっていうような可能性もあると思うんですけど、まあ、基本的には今、えー、やってることを一生懸命っていう感じであの長期的にどうこうみたいなのは考えてないんですけどあのそうですねあの,、うん、あの海沿いでゆっくり暮らせればいいなと思いますけどそれぐらいですかね <laughs> はいありがとうございます,いますではこちらでえっと Q&A s e s s i o を終了させていただきます。荒木様、本日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。先ほど質問でもあったように、モチベーションはあるけど、企業にはなかなか踏み切れないと,かと何をすればいいのか分からないという学生も多かったと思う、えっと。私も含めて多いと思うので、社内企業という可能性を知れたことはとてもためになったと思います。とまた、と 自分が起業したい、このようなこういうテーマをやりたい、こういう分野で起業したいっていうのが決まっている学生は、荒木さんがと社内企業の際はと、社内会社の強みとかメリットとマッチングさせることが重要であるとおっしゃっていたので、そういうことも考えて就活するというのも手な一つの手なのかなと思いました。僕からはです、ね、僕自身も将来起業したく、えー、と考えておりまして、 世界的事業で時価総額100兆円の会社を作るという大きな夢があるのですがだからこそこの学生の時は起業するのではなくもっと視野を広げるためにあの勉強を20代はするべきかなというふうに考えていたのですがあの先ほどあのプレゼンテーションの中でアレキさんがおっしゃられたこう学生の時に起業するメリットこの起業が起業でのたと、まあ、え失敗したとしてもそれがキャリアの一つになるというあの 貴重なご意見いただいてあ自分も今学生のうちにできることっていうところでまた企業っていうその学生のうちの企業っていうのがこうやらないよりもやった方がいいのだということをあの知れたことが自分自身もとてもこ,うこれからの人生にプラスになると思いますし貴重なあご意見聞かせていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございましたでは最後に次回の T ちゃんのご紹介だけさせていただきたいと思います。と画面共有をさせていただきますので少々お待ちください。いえと思りますでしょうか。では高橋君お願いします。はい。一月十九日水曜日十八時半からディープテックが熱い文系出身者がバイオサイエンス分野に挑むをテーマに名古屋大発ベンチャーのクライフ株式会社代表取締役社長の 尾野瀬隆一様をゲストにお招きし、事業概要はもちろんのこと、起業に至った経緯、苦労話、事業コストはどういうことなのかについてお話をいただきます。ぜひ皆様参加お待ちしておりますので、お申し込みくださいませ。 そう、荒木様本日は貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。